レースもアピールタイムも最高に盛り上げようね。スイ先生、ティナ先生、先日はありがとうございました。この場でお二人と向かい合えること、誠に嬉しく思います。最後の相手は水流界だったんだね。はい、とても貴重な経験をさせていただきました。まさか自分が決勝の場に立てるとは思ってもいませんでした。でもここまで勝ち上がってきたってことは、二人はもう立派なアイドルだね。そうなのでしょうか。アイドルというものが何なのか、それはまだつかめておりません。ただ自分たちのことを応援してくれる人がいる、その声に応えたいと思っています。そっか。で、楽しかった？え？アイドル、楽しかった？はい、とても楽しかったです。じゃあ、最後まで楽しまないとね。わかりました。全力で楽しみます。自分のために、応援してくれる人のために。そう来なくっちゃ。さあ、ティナちゃん、行こうか。オッケー、つい最高の走りを見せようね。点数以外、基本操作をマスターしたジェットレーサーの応用編にはもってこい。カーブがバンクになっている箇所もあり、ジャンプ台もありと、シンプルなコースながらテクニックが磨けそうですね。一曲披露しちゃおうかな。3、2、1、自分のために、ファンのために。はい、こんなに幸せなことはありません。観客ども、盛り上げてやるからね。一瞬も見逃すんじゃねえぞ。やられました。ターゲット捕捉しました。狙われちゃってる。全力出しちゃうよ。今度立て直すんだから。ねえ、本気見せちゃうよ。相手ゲットだよ。後ろの方さよなら。
動がいいですね。大丈夫？まだまだ走り足りないよ。ひなちゃん、ついちゃん、すっごく幸せかも。ひなもだよ。ついと一緒で、すっごく幸せ。見せつけてくれんじゃねえか。よし、俺たちもだ。俺にスタイチュー。レース中ですよ。アイテムゲットだよ。かっ飛ばしていくぞ。世界に羽ばたくよ。超加速するよ。これは驚きました。思っていた以上の成績。一番でゴールだ！この後はみんなと一緒にお祝いだね。みんなも思い切り楽しんでいってね。